よいしょ。おなるチャンネルのマサです。やでーす。オーナー。オーナー。パワープロ企画ーイェイ。本日は、1ポジション対決ーイェーイ。はい、本日のパワープロはですね、はい、1ポジションの選手しか選べない対決です。つまりじゃあ例えば、セカンドだったら、もうファーストもサードもショートも外野も全部セカンドの選手。そうです。で、ピッチャーは巨人の2軍に入った選手10人、はい、どっちも同じ選手を入れてるんですけど、うん、それ以外は選んだポジションのみということで。なるほど。で、今回は、まあ最初なんでね、ファーストサードで、はい、いいじゃないですか。で、サブポジションがあると思うんですけど、うん、例えばファーストの選手でサブポジがサードの場合、うん、サードは守らせるの禁止です。これ結構きついルールよ。いやでもあれだから、プロ野球選手みんなさ、ショートで4番とかエースで4番だったから大丈夫。大丈夫じゃない。キャッチャーとかやばいと思う。では早速やっていこうと思います、はい、今回ももちろん音でございます。ですよ。うわー、やっぱ低いの、なんかそっちの方が強い。ん、こっちは足速いな。サードバランスいい。やっぱファーストだからバッティングが強い。そうだね、うん、ここでいいですか。リーチありにするか。ありにしましょう。さて、広い球場がいいな。たまにはドームでやる。ドームでやるか、たまには。オーダー、はい。で、ピッチャーは全員これで固定です。田口選手でいいかな。さあ、ファーストを誰にするかが鍵ですよ。そうだ、ファーストのみ自由だから。そうだ、ファーストをだから逆に守備上手い人にした方がいいな。やってことはやっぱロペス選手だ。あとはもう地獄です。あ、DH も使えるよね、だからね。そうだね、うん、あとは地獄です。まあいいんじゃないですか、これでいきます。良さそう、良さそう、良さそうだろう。選手は見たことある人が多いです。そりゃそうだろう。まあ俺もじゃあ、まあ、田口選手で言っときますか。いやー、サブポジが多いぞ、気をつけないと。そうだね、だからサードをどうするかか。サードをどうするかって言ってサードは、お前2軍まで選手入れすぎだろ。サード余っててもいいってことなんで。そうだね、結構重量打線。いや、重量打線。全然ファーストの時より重量打線よ。だいぶ打つよ、これみんな。よし、これでやばいね、これは。いいと思います、これやばいですよ。はい、今回も3イニングオートでやっていきたいと思います、はい、いやー、なかなかですよ、このメンバー。楽しみだ。なんか、一見パッと見さ、あれ普通かなって言うんですけどね、誰もちゃんとしたポジションについてないと。一人だけだからね。そうだね。では、やっていきたいと思います、はい、エラーの嵐になるかね。いやー、見たいけどな、エラーの嵐。外野フライですら、エラーしそうだね。オールセントラル対左の田口。まずは1回の表、先頭バッターはビシエド。1番ビシエド選手ですよ。投げた、スクリーンはストライク。1番セカンドですから。1球目ストライクから。小技使ってくるよ、ここは。あるよ。打ちました、モテモテのセカンドゴロ。やっぱセカンドで緊張してんのかな。セカンドから1塁送球。取ったからだいぶ遅いよ。バッターは2番。1本よ、今めちゃめちゃ遅かったよ。さあ、打つ方は関係ないからね。投げた、ボール。第3球を。いやー、たまには東京ドーム行きたいな。投げた、うーわー、行ったと思ったな。そう、行ったと思った。第4球を。え、待って、俺どっち。君は守備です。投げました。あ、俺完全に今打つ方を見てた。俺守備か。守備です。右バッターボックスは3番危ねえ危ねえ。ショート岡本選手。第9。かっこいいじゃん、3番ショート超かっこいいじゃん。初球空振り、タイミング合いません。第2球。あ、叩きつけろ、叩きつけろ。投げました、流し打ち、どうだ。ゲレール取って、これでスリーアウト。危ない危ない。一人三人でマウンドに上がります。今日は楽しいピッチングを見せてくれるか。1回の裏、さあ、これからオールセントラル選手ね。藤井選手頼むよ。はい、ひどい投手。投げました、初球を抜けたんじゃない。やばすぎでしょ。動いたショート。この野球やればいいんだよ、ね、そうだ、みんなこれある人転がした方がいい。せっかくさ、これ1イニング目で点取れなかったら結構痛くない、正直。初球から打って、なんで、だってこんなに守備ザルなのにさ。確かにね。おこれは引っ掛けた。これを取って、これを取って、岡本選手、これを取って、コロリあるよ。取りました、これでワンアウト、ランナーは1塁。いや、怖え、守ってる方ファーストロペス選手だからエラーしてますよ。お初球打ち、レフトへの当たり、ワンバウンド、これはでかいでかいでかい。
素晴らしい素晴らしい先制のチャンスです。これ一発で一発で、はい、やばい、おかわりどすこい。ストレートはストライク、まずは見送りました。いいよストレート、強振でもいいよ。うわ来た、クリーンヒット。普通に綺麗な手の関係ないの、エラーエラーとかないっす。素晴らしい、いいね。いやだからさ、まずいって。ホームラン一発あるよ、来た。うーわ関係ないじゃん。やっぱね、ポジションが一緒だとこういうことあるからね。じゃないでしょ、プレア選手サウジャンです。いや、タケ選手、ごっこの次第では交代よ。交代しないの？まだ交代しない。第4球を、まあ、そこそこいけ、入った。ヒットになります。大丈夫、終わるこれ、終わるかな。全然そっちとこっち攻撃の感じが違うんですけど。第9ストライク、インコース厳しい球。ゲッツーとか100取れないでしょ、この守備陣。第2球見たいけどね。おすごくない？3つ行く？いや、行きそう。行ったー、投げんの遅っ。いいバッティングを見せました。交代だよ、おー、交代来た。マッソン交代来ました。いきなりマッソン行きます。火を消してくれマッソン。第9投げました。ゴロでもこれどこ打っても点取れるんだよ。ほんとどこ打っても点取れる可能性ある。それはまずい、危ねえ。三振三振三振頼む。第3球を投げました。おー、やった。あ、そして今、拾い直した。素晴らしい、素晴らしい。フレフレ、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 フレフレ。さすがマッソン。さあ、ユミです。これだ。ストレイク、投球から2球目。お、やった。え、結構いかないね。今の1点も良かったんじゃない？狙おうか。さあ、4球目。はい、狙おう。これは頼む、これ頼む、ポロリしてくれ、これは頼む、頼む、頼む、アロイ選手、アロイ選手取りました。さすがにね、さすがにやりました。いや頼む、ここここここ重要。山川投げた、分かってるでしょ、転がしていいんだよ。第5球おたか投げた、ほら行きました。取れ、取れる、レフト、よしよし。ここ1年生でも取れるだけじゃん。翔さん頼むよ。投げた、見送ってボール、頼む。投げました、ジャストミート、やりました。おい、サードだぞ今の。サードだからね、一気に二塁。許されないよ今の。今のエラーは唯一許されない。やりましたね。やったよ。でも今打ちました、初球打ち、追いついて、追いついて、立ち上がった。よし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 。いや、てかダメなんだよ、その1点とか狙いに行く野球じゃダメ。4点差なんだよ。サードがまさかエラーするとはね。甘い甘い甘い。初球を打ちました。もうさ、無理じゃダメなんだよ。よしよし。素晴らしい、素晴らしい。首じゃないんですか、サードは。まあ、まあまあ、どっちでしょう。今日早くも2回目のバッターボックス。マッソン選手に行けるとこまで行ってもらうしかない。お、落ちないんじゃない？え、取って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 、遅いよ。いいよいいよ、おかしい。一発あるよ。俺の時はね、ライナーだったのに。一発行っちゃっていいよ。まずは一塁牽制、タッチはアウト、これでワンアウト。二ミスしてるからね、今日。二ミスで初球を取って一二塁か。遅いよ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ遅いよ。第9投げた、一球目ストレート追い込まれました。投げた、149、空振り三振、ゲレムがありません。さあ、第9投げた、変化球ストライク、アウト球。ホームランでやっていこうぜ。さあ、次の投球いった、打ちました。ショート後方、あるんじゃない？岡本選手、岡本選手、それはエラーしてる。さすがにね、さすがに。最終回、最終回、早いんだよ。守備の交代です。あ、首首です。ピッチャーも変えとくか。大竹選手、頼む、転がしてくれ。勝ち運ついてる、初球はストライク、マスも出てきました。てかもうそうだよ、最終回じゃ打てなかったら負けか。第3球を三振、おっと大丈夫、
根さん頼む、転がしてくれ。あ、やばい。うわぁ、まあ、サウスポール1位だからな。いや、これ1個ともんじゃない。いった だよ。おぉ、あ、アタックポイント。久々に見た。ここで打ったら能力アップね。初球空振り、第2球投げました。やりました。うわ、刺せる。さすがに刺せない。刺せない。今みたいな点の入り方があるよ。行きました。はい、タッチアップ無理ですこれ。今井選手行きます。タッチアップ行きます。阿部選手タッチアップします。うわくそ、やばい。あれだからめっちゃバイバイしてる。うわ燃えてる。まあまあ、あとアンダーとかね。初球決まってストライク。転がせって。第2球投げた、見送ってストライク。やばいよ。やばいよ。投げた、打ちました。ショート正面、宮崎ボールを掴んだ。一塁送球アウト。いや転がせって。もう無理でしょ。サードが強かった。はい、ということで今日は1ポジション対決でした。またね、再三言ってますが、何かリクエストあればコメントお願いします。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やフォローよろしくお願いします。また明日。ありがとうございました。いや、出た俺のやつや。ちょっと斜めにしよう。